こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、ではですね、男性が好きな女性に冷たいって思いますよね。で、それと同時に女性も男性に触れられたいっていう風に思っています。で、スキンシップを上手にこなすことができれば、女性をもだえさせてあなたの虜にすることなんて簡単にできます。ということで、今回はもっと育って女性がもだえてしまうスキンシップとはというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では女性がもだえるスキンシップその1はですね、頭なでなで&ポンポンです。私もね、頭なでなでポンポン大好きです。で、これはですね、ちょっと1点だけ気をつけていただきたいんですけれども、ちょっとね、こうオラオラ系女子というか、私が主導権握りたい女子とか、バリキャリ女子とか、ちょっと強めの女性にやるのはあんまりやめた方がいいかもしれないです。ただちょっとね、こう男性についていきたいですみたいな感じの女性であれば、多くの人がポンポンってやられたりとか、なでなでってかやられるのはすごく嬉しいなって思いますので、相手を見て判断していただいて、ぜひね、ポンポンって触ってあげたらいいと思います。はい、そして2つ目はですね、階段を降りる時のエスコートですね。階段を降りる時って結構ね、ヒールを履いている女性が多いので、降りるの結構大変だったりするんですよね。案外登るよりも降りる方が転びそうになっちゃったりするんですよ。で、私何回も階段から落ちたことあるんですけれども、本当にね、こう慎重にちょっと話しかけないでって思うぐらい慎重に階段を降りる時とかってあるんですよね。なので、あなたが先に階段を降りてあげて、スッと手を出してくれると、思わず条件反射のようにスッと手を出してしまう可能性ってすごく多いんですよね。そして手を出してくれたあなたに対して、女性はなんて紳士なんだろうかっていう風に思って好印象を得ることができます。例えば、もし手を出して相手が手を触ってくれなかったとしても気にしないでください。ちょっとね、手出されて手出すのが恥ずかしいっていう風に思う女性もいるので、あなたが出してで触られなくても別に気にしない。ただあなたの優しさっていうのは絶対的に伝わりますので、安心して手を出してエスコートしてあげれればと思います。はい、そして3つ目、これ結構難易度高いかもしれないんですけれども、帰り際の軽いハグです。ハグちゃんですね。あ、じゃあね、バイバーイみたいな感じのハグ、なんかグンギューとかってやるとちょっとやらしいなって思われてしまう可能性があるんですけれども、本当に、あ、じゃあね、バイバーイみたいな感じのハグで、人ってこう来られると結構条件反射でこう行っちゃったりするんですよね。なので、もうギューではなくて、あ、なんかポンポンみたいな感じの軽いハグをやると、結構相手の女性もね、そのドキドキしたりとかあると思います。ただここも気をつけていただきたいのが、あなたがドギマギしてね、ハグしたいハグしたいって思いながら、ハグハグハグ、ムギョみたいにやっちゃったりすると、ちょっとね、密着感がね、下心あるなって思われちゃったりとかして、嫌だなって思われちゃう可能性もありますので、本当に軽くね、バイバーイみたいな感じでやるといいんじゃないかなと思います。もうね、自分がアメリカ人になった気持ちで、おーポンポンみたいなね感じでやるといいんじゃないかなと思います。はい、ではおさらいしますね。触って女性がもだえるスキンシップとは、まず1つ目、頭なでなで頭ポンポンですね。そして2つ目、階段を降りる時のエスコートです。そして3つ目、帰り際の軽いね、軽いハグ、これをしていただければ、女性はあなたにメロメロになっちゃって、ドキドキしちゃって、あなたのことを好きになると思いますので、ぜひやってみてください。
では今日はですね、片思いから抜け出して両思いになる方法という話をさせていただきたいと思いますね。やっぱり片思いとかしているとすごく辛いなって思っていたりとか、どうやったら両思いになれるのかなっていう風にすごくね、こう不安になったりとか、頭をねフル回転させたりとかして辛かったりとか一喜一憂したりとかあると思うんですよね。で、片思いから両思いになるためにはあるコツがあります。そのコツを知らないとずっと片思いのままで、その片思いから抜け出せないっていう、すごくね辛い状況っていうのが続く可能性があるんですね。でも安心してください、大丈夫です。今日はですね、片思いから抜け出してあなたが両思いになる簡単な方法をお話しさせていただきたいと思います。はい、では片思いから抜け出して両思いになる方法、まず一つ目はですね、ドキドキを共有してください。ドキドキ感ですね。で、吊り橋効果とも言われているんですけれども、ドキドキを共有するとやっぱりね、相手があなたといる時にドキドキした、イコールですよ、あなたに対してドキドキしてるっていう風に思うんですね。で、ドキドキするために何が必要かというと、例えば映画とか見に行くといいと思います。でもホラーとか怖いやつはダメですよ。相手がホラーが嫌いとか、そういう怖いやつは嫌な印象でドキドキしちゃってるっていう風に思われてしまう可能性がありますので、できればその恋愛ストーリーとかね、恋愛映画とか、そういうのでドキドキする、それを共有して話すっていうことをやるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、相手が遊園地ジェットコースター好きとかだったら、それでもいいかもしれないですね。嫌いだったら悪い印象になっちゃいますので、ぜひ好きなものでドキドキ一緒にするといいんじゃないかなと思います。はい、そして2つ目、相手の好きな香りをまとうです。で、相手の女性がどんな香りが好きかっていうのを事前にリサーチしておくとすごくいいです。香りっていうのはもうね、思考を通らないんですよね。もう何度も言ってるんですけど、例えば、あ、これはローズの香り、そしてまろやか、ゆえにいい香りとかって思わないじゃないですか。あ、いい匂いって思って、何の香りだろう、あ、これローズかなっていう風になると思うんですよ。先にいい匂いっていうのが来て、思考を通らない、まあローズかなって来て、いい匂いローズみたいな感じで、なんかね、こうロジックで物事考えないで、いきなり感情になるんですよね。いい香りってなるんですよね。その香りをまとっていると、あなたがいい匂いの人イコール好きな香りをまとった人イコール好きみたいになりますので、ぜひね、その香りっていうのをすごく重要視するといいと思います。はい、そして3つ目、相手の中身を心底褒めてください。相手の中身を心底です。女性がどういう性格で、どういう考え方で、どういう生き方をしていて、何を大事にしているのかっていうのをちゃんとヒアリングしてほしいんですね。考え方や生き方や相手の大切にしているものを聞き出して、そこを心底褒めるということですね。相手の方が例えばすごく家族を大切にしているとしますよね。家族の話をしていてとっても楽しそうにしているとしたら、そこを褒めてあげるっていうことをするといいと思います。何々ちゃんみたいに家族のことをすごく大切にしてるって、思いやりがあるっていうことでものすごい素敵だと思うよみたいな感じで褒めてあげる。それをすることによって、相手の女性っていうのは自分の中身ね、自分の、まあ、容姿ももちろん褒められて嬉しいんですけれども、女性っていうのはその外見以外のもの、中身だったりとか人間性だったりとか、そういうものを褒めてもらう方が嬉しいんですよね。なので、ぜひね、相手の中身を心底褒めるということをやっていただければなと思います。はい、ではおさらいしますね。片思いから抜け出して両思いになる方法、まず1つ目、ドキドキを共有してください。はい、そして2つ目、相手の好きな香りをまとうということをやってみてください。はい、そして3つ目、相手の
の中身、ね、中身を心底褒めるということをやってあげると、あなたのことを、好きになって片思いから一歩抜け出して両思いになれますので、ぜひやっていただければなと思います。はい。ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。たまに、ゲリラライブをやるんですけど、そちらのご案内だったりですとか、あとは、公では言えないこと、そして私からのご案内などもさせていただきたいと思っております。ぜひぜひお友達になってください。はい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。